の獣を他の奴に移す。イエーガー派とかいうのを一人でも捕らえて巨人にし、ジークを食わせてやれ。一月もここにいるんだぞ。一滴も残ってねえよ。くっ、ジークの脊髄液がワインに、いつから仕込まれていやがった。体が硬直する予兆はなかった。嘘だってから。くそ、はえ、動きが普通じゃねえ。これもジークの仕業か。必死だな、ひげづら野郎。お前はおとなしく読書する以外なかったのに。なんで勘違いしちまったんだ。俺から逃げられるって。部下を巨人にしたからって俺が仲間を殺せないと思ったのか。俺たちがどれだけ仲間を殺してきたか知らねえだろうに。よう、ひげづら。てめえ、くせえし汚えし、ブサイクじゃねえか。クソが。まあ、殺しゃしねえから安心しろよ。すぐにはな。開式の辞。これより死んだ世界で戦ってきた死んだ世界戦線の卒業式を執り行います。ではまず戦火斉唱。ありがとな、ユリ。いろいろ世話になりまくった。奏がいてくれたらさ、こんな世界でも俺は寂しくないから。前にも言ったかもしれない、俺はお前と一緒にいたい。これから先も居続けたい。だって俺は奏のことがこんなにも好きだから。でも俺がそんなの食ったからって病気が治るとは。おい、コーラさん、まだ俺能力者になるなんて心の準備もできてない。インジェクション、ショットシャンブルティック。それはこれから俺が決める。俺が死ぬまでにやること全てがコラさんの残した功績だ。君たちがここで殴られようがのたれ死のうが関係ない。俺が君たちを殴っても、君たちがまだ23歳の俺をおっさんと呼ぼうが、君たちと俺の無関係は永遠だ。何こいつ。飽きちゃった。携帯を踏み潰す趣味はもうやめよう。妖怪かまいたち参上。戦国が危ない。今夜にでも手を打たなければ命に関わる。あの神社で蛇殺しをしたからジャギリナは発動した。あそこでさえなければ何も問題は起きなかったんだ。カンバル、確かに僕は鱗の跡が消えているかどうか確かめるために肌の見えやすい服を用意してくれとは頼んだが、なんでよりにもよってスクール水着を持ってくるんだ。滞りなく済みそうだな。あのお守りはそのお釣りだって。我が輩、この地はアインズ様より賜るもの、恐怖光と申します。もう一度名乗った方がよろしいですかね。もう取引ですか。あなたたちには感謝しておりますし、応じるのはやぶさかではないのですが、我が輩が欲するものはすでに我が手中。
キデルナが提供するものでは不十分ですな。我が輩の眷属が共食いには飽き飽きしたようで、そのため餌であるキデルナには先ほども言った通り感謝しているので。まずはこの作品の主人公、僕の自己紹介からだ。僕の名前はサイキクスオ、超能力者であり、超能力とは常人には不可能なことを可能にしてしまう力。例えば周りの人、動物の心の声を聞くことができるテレパシー、物を動かせるサイコキネス、自分以外の人物を別の誰かと思い込ませる催眠、離れた場所の風景を見渡せる千里眼、瞬間移動を行うテレポート、他にも透視、予知、分身、アポート、透明人間、マインドコントロール、石化、エトセトラ、大抵のことは何でもできる。さあ、もう弓道部とは関係ないはずだよね。余計なことに首突っ込まない方が自分のためだと思うけど。なんだよエミア、ここ1年の教室だぜ。何やってんのさ。驚いたな、誰かと思えばエミアじゃないか。ナトーは由緒ある古い魔術師の家系でね、聖杯戦争においちゃ御三家とまで言われてるんだぜ。まあお前みたいな素人に知られたくはなかったけどね。その長男である僕が聖杯戦争に参加するのは当然だろ。じゃーん、ここにあやかしがいます。あいつか。あいつは都合がいい女なんだよ。だからこいつがよからぬことを考えると俺が痛い目に遭うんだってば。お前に女は早えっつんだよ。今は俺様だけにしとけ。おい、つまり神様はね、何をしてもいいんだよ。何者を傷つけようが、あやめようがな。鏡くんだよね。すべて正しい。僕に逆らう奴は、親でも許さない。身分の違いを教えてやろう。この場にいる者、すべて。ここまで僕に歯向かったんだ。ただ座り込むだけでは足りないな。ひざまずけ。しまった、フェイク。そのまま讃える姿で思い知れ。お前たちの敗北は絶対だ。